まあ、いきますよ。じゃあせーの、カシュー。カシュー。はい、お久しぶり。お疲れ様です。お疲れ様です。なあはい。これだよ、これ。始まりました。勇気守るのオチの見つけ方。司会の勇気守るとオチが今日も今日もまあ、今日は美術館の、なんか最近俺が行った、ちょっと美術館の話をしようかなと。なんで？え？美術館はあかんって。なんで？だって俺興味ないもん。まあそれは、まあ。わかんない。みんなそうか。うん、まあでは興味あるようになればいいじゃん。お前な。興味を持っていればええっていうことやな、うんうん。ちょっと興味持ってもらおうかなと。まあそうやな。思って、うん。ちょっと勉強させてもらいますわ。って思って、ちょっとお話やっていこうと思います。それでは、どうぞ！どうぞどうぞ。はい、ということでね、うん、まあちょっと、まあ季節も良くなってきてね、うん、まあちょっとこう美術館にでも足を伸ばそうかっていう、ね、うん、なんかちょっとそういう感じになってきまして、うん、僕も、うん、でまあちょっと最近ね、気になる美術館に行ってきたんですよ、うん、気になる美術館っていう時、まあまあ、でもそこに俺気になってんねんけど、うん、気になる美術館ってなんなん？まあまあまあ、気になる美術館というか、うん、まあ回顧展というかね、回顧展っていうのは何なん？いやだから、そうそう、まあそのまあその人の古典というか、ああ古典のことを回顧展っていうの、うん、まあまあまあ、そうそうね、ああほんで答え返ってきてへんけど、うん、回顧って漢字何？だから回るに、うん、回るに、うん、回なんだっけな、みんなほらもうこんなもんやねってみんなこんなもんです。アホが、もうアホはアホなんですよ。やめて、そうそうそう。揚げ足取るのやめて。いや、まあ、みんな、でもみんな、俺と一緒にちょっと調べよう。この後ちょっと開口をちょっと一緒に調べてもらって。開口店みたいなところに今行ってきまして。うん、まあ、それで、キリコさんっていうね。うん。いう芸術家の人がいるんですよ。ああ、それは作者、アーティストさんっていうか。そう、アーティストさん、ね。名前ね、うん。まあ、まあ、生きたのは、多分、ピカソわかる？いや、あ、より、うん、俺は普通に、うん。ピカソさんの、まあ、10個下か10個上か、ちょっと忘れたけど。いや、もう学生ちゃうねんから、それ。それ、じゃ地元の先輩ちゃうねんから、それ10個下みたいな。まあまあ、10個ぐらい、だから、うん、そんなに時代はずれてない。そう、まあ、同世代じゃないけど、うん、うん、そうね。世代としてはそういう、ね。そう、まあ、アテネ生まれなのかな？まあまあまあ、まあ、ずっと、まあ、ローマに、最後はローマで、まあ、亡くなってるんだけど、おうおうおう、まあ、その、まあ、イタリアの人かな、うんうんうん、まあ、その、デキリコさんっていう方がいらっしゃいまして。デキリコ、うん、まあ、形而上絵画っていうね。うん。そういう技を持ってる。そう。の、パイオニア的な、まあ、先駆者じゃないけど。挽回した後の。まあ、そう、挽回した後。挽回した後の技の名前的な。ああ、まあ、そう、まあ、そう思ってもらってて。ああ、でも構えへん。思っててもらってていいけど。まあ、なんかその、要はさ、なんかルネサンスとかバロックとか、うん、なんかその、知ってるよ、そこら辺は。まあ、ジャンルがあるんですよ。うん、あの、歴史的に、うん、いろいろこういう絵画ですよ、こういう絵画ですよ、うんうんうん、みたいなのがあって、その形而上絵画って言うんだけど、うん、まあ、シュルレアリスムっていうのがあって、その後に。うん、ダリとか。ダリ知ってる。ダリはなんとなく知ってる。時計がなんかぐにゃぐにゃなってる、うん。ダリはなんとなく知ってる。あ、なんとなくカタカナでダリやんな。あ、そうそうそう。あ、知ってる、だからそういう人たちが影響を受けた、うん、人なんだけど、ああああ、まあ、要は、まあ、どういう、まあ、作品どういう感じかな、うん、まあ、物体なんていうの、うん、何の 脈絡もない、まあ、物体と物体を掛け合わせて、うん、なんかこう遠近法とかもな、あ、もうぐちゃぐちゃにして、もう全然何言ってるか分からへん。これ例えば、うん、何と何とかで言うと、あ、だからその外に、うん、家具があるとか。おかしいな。確かに。なるほど、なるほど。うん。とか、なんか、変な感じやな。スイカに、鎧とか。うん、おかしい、おかしい。それおかしいわ。ね。なんか、部屋の中に、湖があるとか。うん、ああ、なるほどね。なんかそういう。たぶん、何の、ま、脈絡もないというか、うん、なんか、うんうんうん、ね、そういうのを掛け合わせて、うん、なんか、ちょっとね、まあ、平たく言うと、可愛いような、絵を描く。うん、あ、可愛い系なんや。もう、うん、ほんま平たく言うと。そうそうそう。なんかね、まあ、マヌカンを描く、まあ、マネキンみたいなのを、うんうんうん、なんかよく描く時代があったり、てかっていうのもこの人すごい長生きで、
長生き、うん、なんかね、92歳ぐらいかな、90歳ぐらいまで生きてて、長生き長生き、だから創作年数がもう70年ぐらい、うん、あのほんなら二十歳そこそことかから、そうそう、からもう90歳ぐらいまでずーっとやってるから、その人だけで、うん、いろんな時代があるんですよ。まあ、もうそういうことですね。なんかこう、うん、最初はこう、ちょっとね、不思議な絵を描いたりとかして、うん、まあ、注目を浴びたんだけど、うんうんうん、そっから、なんか、まあ、中盤にかけてぐらいとかから、うん、なんか、ルネサンスとか、うん、なんかそういうちょっと、まあ、西洋絵画とか、うんうんうん、まあ、ちょっと宗教絵画みたいな、うん、昔の絵があって、うん、なんかそういうのに、やっぱこっちだってなって、うん、なんか原点回帰じゃないけど、うんうん、ちょっとなんかそういう、作風になってきたりとか、はい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 、なんかちょっとこうなんだろうな、ゴッホとかルソーとかアンリ・ルソーとかのなんか作風を真似たりとか。ルソーって、うん、そういう絵描く人やったっけ。そう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 。ああ、なんで知ってんねやろ、ルソーって知ってるわ。まあルス、まあこれもルソーなんだけど、家に飾ってるやつとか。あ、そのあのそのヘッドホン、じゃあヘッドホンってごめんそこシンプルって今のめっちゃ天然やった違うあ、これ映画見えてなかった。あ、はいはい、そのちょっとあのエッチな、そうそう、なんか女の人とがお尻の、はいはいはい、あのお尻というか、お尻じゃないんですかね、これは。まあサイゼリアとかでよく見る あのタイプのね、はいはいはい、まあ、これ夢ってやつなんだけど、大体は。あ、この作品夢っちゅうの。そうとか、まあこういう作風をちょっと真似てちょっとこう書いてみたりとか、もう70年あるから、みんな回せやな。で点数もものすごくあるから、うん、そうやな、うん、そので今回200大回顧展ですごい点数があったから、うんうん、この人だけでめちゃくちゃ楽しめる。あ、え、そこはそうか、いろんなものを展、いろんな人のやつを展示してるところで、あ、そう、もう普段はその常設展とかもまあ多分あるんだろうけど、あ、まあ東京都美術館ってところなんだけど、あ、で今回がで切り子展というのを、そうあれして、そうだからまあ東京のね博物館、東京都博物館とかにはもう常設展とかいっぱいあるけど、うん、まあそうやってこう何個かあって上の、うん、あの博物館とか美術館、はい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 、はい、でそれのまあ今回はできりこ展を東京都美術館でやりますよっていう感じで、おお、もう1階から3階ぐらいまでフロアがでかっ、でもうびっしりあるから、ほんまにでかいな、それは。だからそれちょっとびっくり、この人だけでものすごく楽しめる。はあ、こういう時代の作風もあるんだとか、うんうんうん、あ、晩年のもう最終なんていう、その本当晩年とかには、うん、その自分がやった形而上絵画と、うん、なんか自分がこう目指したものを掛け合わせて、うん、なんかこう集大成のような絵があったりとか。はあ、みんな知ってんのかな、うん、デキリコさん、俺がちょっと分からへんすぎてあれやけど、まあまあ、有名な方やねんから、まあ、有名な人ですけどね、俺がほすぎるからあれなんかもせへんけど、うん、もうみんな、まあ有名、そうか。そう、だから、なんかまあ、不思議な絵というか、うん、なんかこう、不思議で可愛らしい絵とかがいっぱいあって、はい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 、ちょっとポップな感じというか、見やすいのかな、もしやったら俺みたいな素人から言わせたら。まあ俺、これ、なんか図録みたいなやつをちょっと買ってきたんだけど、そのね、こういう。あ、こう、本っていうのかな、これは。そうそうそう、なんていうのか。そう、なんか、今回展示した、うんうん、あの図録みたいなのを、うん、まあ買ってきたんだけど、うん、まあなんかこういう絵とかを見る感じでさ、うん、なんかこう、まあ不思議そうなのはわかるじゃん。うん、俺も今見てるからね。うん、わかるけど、うん、もうね、やっぱ生で見るのと、印刷だと、雲泥の差があって。うん、なあ、ほら、今の印刷技術舐めんなよっていう話。これがね、やっぱどうしてもね。皆さん、今聞いてる印刷業界の皆さん、言われてますよ。言われてますわ。いや、これはね、多分無理なんだと思う。まあ、そうなんかな。多分、どう頑張っても。うんうん、やっぱ、生で見た後にこの図録を見ると、うん、まあ、あ、これ良かったなっていうのは思い返せるけど、うんうんうん、やっぱね、その油絵の感じとか、テカリとか、うんうんうん、なんかそういう生で見た感じ、まあまあリアルな、そういうリアルな感じとかは、うん、やっぱ再現できないんだろうなっていう。ああ、そうなんや。ほど違うから、ぜひね、その、美術館に行って、そうやな。見てもらいたいなって、うん、そうやな。すごい思うんです。で、今回、このできりこ展って、うん、もう多分11月ぐらいまでやってるから、あ、結構長いことやってるから、でその後神戸行くんだけど、でも全然関東の方で11月までやって、でその後神戸でも、まあ、12月ぐらいからかな、多分神戸の方でまた何ヶ月もやるから、うん、あ、ほんだら日本全国みんな楽しめるわけですやんか。割とね、その見る機会というか、そのスケジュールを合わせやすいから、うわ、まあ、ぜひね皆さんちょっと行ってみて、
なんかどう感じたかとか聞いてみたいですね。え、もらった？デッキリコから案件。デッキリコからこれ案件もらった？いやいや、もらってないんだけど。いや、もしもらってるなら逆に言った方がいいよな。俺らデッキリコからもらえるような。でもこの人ね、うん、あの、割とだから最近の人だから。ああ、うん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 。まあ、その、アーティスト的には。うんうんうん、だから、あの、バリバリ著作権来てるから、多分。あ、ほんまやな、50年とかやっけ？そうそうそう。だから亡くなって50年ぐらいしないと、うん、それ聞いたことが。うん。でももうこの人バリバリ来てるから、だから多分ね、珍しいよね、こんだけ集まったの、多分。あ、なるほどね。そう。だから次いつあるかとかがもうわからないから。あ、なるほど。でね、なんか10年前ぐらいにも、あの、一回その回顧展みたいなのあったらしいんだけど、うんうん、割と少なかったらしいのね。うんうんうん、その集まった点数が、うんうん。だから今回はもう初めてって言っていいほどいっぱいあるらしい。もうガチりましたみたいな感じでやってて。今回はもう頑張りましたみたいな。え、デッキリコ展は、使えんのこれ今回。何この放送使えんの使えるって。こんなもう、紹介してたら、俺ら、回しもんやと思われて、うん、著作権とかなんかそういう。いや、ない、ない、ない。大丈夫ない、ない、全然。声だけだから。お名前は大丈夫、うん、ああ、名前は出していいのね。全然大丈夫だと思うけど。ああ、それやったらいいけど。うん。いや、でもなんか今まで行った美術、まあなんか結構行ったことあるけど、うん。うん、今までで一番満足したかも。なんかその。おぉ、まあ感動なのか、まあまあそういう、まあ。感動っていうかね。そう、俺ね、美術館っていうのに行ったことないねんけど、うんうんうん、そのまあ行ってみたらそれはもう分かれへんから、うん、今のもう想像だけやけど、うんうん、どういう感情と言いますか、あ、ちょっと分かれへんすぎてというか、まあ、もちろんもう変なし、うん、ぶっちゃけ興味がないから行ってへんねんけど、うん、もちろんね、その、うんうん、俺ごときが行ってそのなんかどういうなんかあれになるのかもうよく分かってへんくて、あ、でもなんていうのかな、なんかすごいとか、まあもちろん同業者さんとかなら、うんうん、例えばやっぱ素晴らしい、うん、そのね、気づくところが多いと思うねんけど、絵を描かない僕が言って、うん、うん、そのまあね、なんな、まあ何というか何っていうのがないから、うん、まあ芸術っていうことなんやろな、まあそうね、言うたら、うん、でもなんか別にそんな無理やり行こうとしてるわけじゃないけど、あ、もちろんもちろん、なんか、うん、きっかけさえあれば行ってみた時に、うん、なんかふとした時に別にわざわざ全然行こうとも未だに思ってへんけど、うん、けどなんかね、でもやっぱなんか感じようと思って行った方がいいかもしれない、ね、ああ、ちょっと感受性豊かにして行った方が、うん、な、まあやっぱ映画見る時でも、うん、なんか見る時とかでも、あ、そう、ね、うん、まあ一応ね、なんかこう心構えというか、うん、そうね、なんか感じようと思って見るじゃん、うん、ちょっとあらすじやったりとかを知ってるから、うん、あの、あ、まあ、いわゆるだから、まあ、泣ける映画とか、うん、感動系かなと思えば、そうそう、ちょっと涙の準備とまでは言えないけど、うん、しかもなんか映画とか見るときとかも、うん、一応ね、自分なりの答えを出そうとするじゃん、やっぱ見るとき。するね、うん。あ、こういうメッセージ性があるんだな、みたいな。うん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 、とか、まあ、なんていうの、バカなりにも、うん、もう俺でもね、その、まあなんかこう、あ、こういう感じを書きたかったんだなとか、うんうん、なんかそういう、なんか解釈みたいなのは、必要かもね、自分で。ああ、なるほど、うん。一応そうか。みんなもそうか。だって、そんなのさ、何も、なんかただの絵じゃんって思ってみたら、うん、そうなっちゃうじゃん。まあ、そりゃそうや、そりゃそうや。うん、何も感じ、まあ、自分がもう、一枚壁をさ、作ってしまったら。うん、ああ、でも、それはそうやな。もう、その、それに対する思いも全然いかないから。それはもう間違いないわ。だから、花火大会行って、うん、花火なんか火やん。うん。って言われたら。いや、もうそうじゃん。もうそれはそうやけど、みたいな。自分から閉ざして、うんうん、その、何も感じないようにしてしまえば、うんうん、何も感じないから。もちろんそうやな、うん。だから、なんか得るもんあるかなとか、うん、なんか、ああ、こういう絵描いてるんだ、あ、なんかこういうこと伝えたかったんだっていうのを、うん、持っていった方がいいかもしれない。あ、それを、で、キリコが教えてくれた。まあ、どうなんだろうね。まあ、前から知っとったけど、うん、改めて再認識ですかね。うん、でも、かといって、行くときはね、うん、そんな敷居を高く持たずに、うん、なんか、可愛い絵っぽいな、ぐらいな感じで。なんだ、この、ちょっと気取ってんな、それは。いや、なんか、なんだ、ちょっと保険かけに。保険かけに。なんか、不思議な絵だな、って。ああ、なんか、見に行ってみたら面白いかもな、ぐらいで。まあ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 、まあね。まあ、行くよね。うん、まあ、だって、変なし、その、俺はこの絵を見て、うん、
その分からなあかんとかっていう認識というか、その思考がそもそも間違ってるもんね。まあね、まあね。見てどう思うかやねんから。そう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 。だから少しだけでもやっぱり心構えというか、そう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 。まあちょっといるよね。気の持ちようが、うん。なるほどね。まあ酔いしれるというかね。はいはい。まあまあそれもある。もちろんね。酔いしれていくっていうのももちろんあるけど。でなんかでもやっぱいざ行ってみると、やっぱもう一回あの絵見てみようとかでも引き返したりするからね。いや、あ、まあ、でもまあ、でもそれはもう、もう引き込まれてるな。そう、なんか自分が、まあ好きっていうか、うん、あ、なんか、あの絵良かったなと思って、もう一回見てみようとかっていうのが結構あって。うん、そうやな。だって、変な話、70年もやっぱやってはるから、うん、いろんな絵のタッチの時代がないやろうか、年齢ともそうやし、いろんな書き方がある中で、そうそうそう。改めてさっき見たやつを、うん、あれってことは、そう。これもう一回見てみたらと思ったら、ちょっと違う目線というか、そう同じ絵を見てんのに、そうそうそう。ちゃう目線で。そうそう。マジほんとそう。で、なんか、まあ、展示の仕方もね、うん、ちゃんと、やっぱ、書いた順番通りっていうふうにはなってないから。ああ。だから、あれ結構前見た作風は結構、なんていう、ちょっとこう、分かってくるけど、あれは何年だったかなと思ってまた見に行ったりとか。分かって、そういうのもでも、絵を見て分かってくるわけやん。うん、そうそうそう。なんか作品、あ、なんかあれ違ったなと思って。でも前にあったから、ちょっとあれ何年か見てみようと思って。うん、で、やったらやっぱりまあ、変な、その、うん、っていう。正解じゃないけど、あ、やっぱりこのタッチの時はこの時代か、みたいな。そう、あ、40歳ぐらいの時のやつか、みたいな。で、さっきやったのは、やっぱそう、20歳ぐらいの、あ、もう、うん、やっぱ感じだよな、みたいな。ガキの時のやつ。そうそう、なんかこう、まだまだ尖ってる時に書いてる。ぐらいの時やし、40歳ぐらいの、まあ、部長とかになったぐらいの時の、切り子もおれば、そうそうそう。ああ、56歳で副教頭とかになるような、年齢の時もあればってことか。まあ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 。そう、晩年ちょっとこう、ね。まあ、長いことやってると、そらな。うん。いや、そういうのがあって、すごい満足できる、大回顧展でしたね。っていうのが、いくらですか？それは。いくらっけな。いくらですか？もう。じゃあ、銭ちゃうね。銭ちゃうのは分かってんねん。いや、でもね。やけど、俺はほら、もうそれは気になるよ。まあまあそうよね。うん。え、いくらぐらいだったっけ？でも2000何ぼ。何ぼかとかぐらい。うん、2000円台。2000何ぼ、まあざっくりその2000円とかぐらいで、うん、今、マモくんが喋ったみたいな、うん、こんだけおしゃべりできんねんから、うん、それはもう価値というか。まあでもさ、なんかこうやって話せる。これペイできてるよね。ね、いいでしょ、うん、こうやって人に。これは。ね、話せたりとかするのはちょっと。うん、絶対行ってみた方がいいよな。それがあんで、うん、11月 ?11、まあさ、ちょっと詳しくは。まあ11月ぐらいまで。11月ぐらいまで。ぐらいまで、冬ぐらいまで、もう寒い時までやってるらしいから、うんうん、で、キリコ店ね。はい。うん。ちょっとね、皆さん見てもらえたら。そうですね。これで、キリコ店をぜひ、あの、うん、一緒に行ってくれる方いたら、あの、ちょっとツイッターの方まで、あの、はい、X の方まで、X の方まで僕の方に連絡くれれば。はい、うん。まあ、という感じでね。まあ、ちょっと今日は、ちょっとまた曲を流そうかなと思ってて。ええーうん、そうなん、うん、うん。ほんだら自分の曲を流そうかなと思って。自分の曲っていうのは、勇気守るの、うん。そう。あの勇気守るの。あの勇気守るのデビューシングルを。あの新宿で、なんやら、いやいや、ザレ言。ザレ言、卵言、はい、いかがわしい。あの新宿で独り言を、独り言大きい声で歌ってる、あれを、ね。うん、あれをちょっとね、流そうかなと思ってて。え、流そうや。え、ちょっと。それ流そうや。デビューシングルのやつ言っていいですか？自分がちょっと音楽の道も、やってみようかなっていうきっかけになった曲を。ね、だってそのきっかけが、で、キリコやねんから、それはもうまさに流そうよ。そう。で、流していい？でっていうのもまたややこしいな。それもちょっと うるさいな、それは。意図的じゃないんやろけど、ちょっとうるさいな。ボケがうるさいな。まあまあということで、うん聞いてください。勇気守るで、かけら。どうぞ。ありがとう、当たり前の言葉。言えずにいたよ。今なら君に言えるかな。肌寒い冬の空、君がくれたいくつもの日々が今日の僕を作ってる。大切なはずだった。過ごしてたけど
た遅かった戻らない朝まあ知ってるよ。あ、知ってる？知ってる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 。だから結局、いやでもだからといってかけらしトラスハニーぐらいしか俺はピンとこえへんけど、うん、その流してもらったらあーなんか聞いたことあるわぐらいな感じで、別にタイトルはぶっちゃけ出てこへんけど、うん、なんかはいはいはい、かけらね、あれが初期というか最初なんや。一番最初自分で全くあれ完璧に作って、完璧というかその、まあ、丸々一緒に作ったで、うん、あ、まあ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 、相方というか、そう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 、ね、うん、そうそうそう、一緒に初めて、てか映画の主題歌。あ、ここでそれ、あ、もうじゃあもうガチデビューシングルやな。うん、ガチデビューシングル。もう最初の映画の、その、エンディングみたいなのを、うん、なんか作ってる時に、ちょうど俺もいて、うん、まあてか撮影の合間だったんだけど、撮影の合間で、その監督が、その、つまびいてて、ギターをね、うんうんうん。まあちょっとギター系の、作曲する、人が主人公の、まあ俺が作曲者みたいな、まあ音楽に携わってる仕事をやってる、そういう題材というかそういうテーマの、の映画だったの、うん、でそれギター持ってたから、うん、その場でギターで監督がこうつまびいてて、うん、あれなんかいい曲できそうだねみたいな話になって、うん、で歌詞どうするってなって、うん、で歌詞をね本当はねなんか別の人が作る予定だったの、うん、でなんなら上げてきたのその歌詞が、うん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 、でそれが、まあ、監督的にちょっといまいちで、おうおうおう、まあ俺が歌うってのは決まってたんだけど、うんうん、歌詞は最初別だったの、うんうんうん、でもなんかちょっとこれ別あれですねみたいなあって、うん、じゃあ俺書いてみようかなみたいな感じになって、じゃあ俺ちょっと書いてくるからちょっと待ってて、割突発的やん、すごっ、うん、で意外と書いてプロットみたいなのを仕上げたら、おいいですねってなって、そっからまあ俺初めて書くから、うん、その語尾とかなんか歌っぽく、うん、じゃな歌っぽくなかったから、うん、その語尾とかが、うん、だからそういうのを監督が、まあ、なるほど、こうした方がいいですよとか、まあここで止めとやめた方がいいですとか、うん、なんかそういうセリフじゃないけど文章みたいなことを書いてもらってるから、そうそうそう、うん、それをちょっと歌っぽい語尾にしてもらったりとか、うん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 、一緒に作りながらやってできた曲がこれで、おいなんか意外めっちゃいい曲だねってなって、そっからまあじゃあ音楽ちょっとやってみましょうかみたいな話で、うんうん、まあちょっと今まで来てるっていう感じで、おお、こっちのそういう今喋っとって思ったか、うん、オールドメモリーも知ってる、オールドメモリーね、あれはね、てか、ま、聞いたら多分分かるわ、あの辺はもう結構全部詩先というか詩が先に書いて、うん、でそれをその一緒にこう提出して
この詩で曲作らないっていう感じでやってたやつ、ね、そういえばで多分なんか言われてもね、どうせ多分知ってんねん、ちょっと気象やろ、俺多分知ってんねん。何が？結城守の曲、俺結構ぶっちゃけ知ってんねん、うん、あ、ま、マジ、うん、うん、それは、まあ、嬉しいけどさ。いや気象やろ、知ってんねん、どうせ俺多分どうせ知ってんねん。ああはいはいみたいな、あれでみたいな。だからまあ最近その路上ライブやってんのも、まあなんつうの、自分のオリジナル曲があるからっていうのは、まあまあまあ一個でかいよ、うん、それは。なんかもっと知ってほしいっていうのが、まあそれはな、うん、まあ表現じゃん、まあ、うん、かまあ曲がりなりに、うんうん、だからまあいいかなと思ってやってるけど、はい、ということで聞いていただけたでしょうか。なんで俺らまで待たなあかんなんで俺らまで、なんで俺らお前らが聞いてるの待たなあかんの。まあまあまあ、ということでね、まあまあこれがまあきっかけになった曲ですけども、らしいよ。まあちょっとね、時間もね結構まあ20分以上まあ経ってきたんで、うん、まあなんかちょっとね新しい試みで、うん、まあ今回からね、はい、まあなんか簡単だけど、うん、俺のおすすめの小説を一個ずつちょっと言っていこうかなと思って、うん、ミニコーナー、ミニコーナーがミニコーナーをちょっと作ろうかなと思って、ね、かまへんかまへん、いいかなと思って、うん、それはええやん、うん、なんかまあちょっとためになるかなと思って、うん、今日のってことやな、うん、まあ、ためになるっていうか、うん、まあ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 それはそれぞれやからあれやけど、まあそれはそれぞれだから今日の自分のおすすめを、うん、そう言いたいだけね、うん、そうっていうのも一個あって、うん、西加奈子さんのさらばっていう作品が、西加奈子さんのさらばっていう作品、はい、大阪出身の、あ、西加奈子さん、うん、ああの西加奈子さん、うん、あの西加奈子さん、あ、なんや俺ら、どう、あ、そういうことか、さんまさんが、はいはいはい、あの声優したあのあのナイスキックで有名なさんまさんまあそう、ナイスキックで有名な、そうそう、アドリブでね、はい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 、はい、あの人の、うん、あの人が多分したなんか肉子ちゃんっていうね、な、そう、映画ですか？あ、確かアニメなんだ。声優さんを、うんうん、そう、さんまさんが声優さんをやられてた作品の、うん、原作者さんっていう。そう、俺ちょっと見てないから、うん、ちょっとうろ覚えだけど、まあ。あ、結構最近ですか？最近かも。あの、トットちゃんじゃ、トットちゃんじゃないわ。肉子ちゃんっていう、ね。肉子ちゃんが、うん、トットちゃんは黒柳徹子やもんな。あー全然ピンとこえへんかった。分かってるやつだけ笑ってください。でもなんか、まあその西加奈子さんっていう人の、あ、そういうの人がそうなんや、そうの、さらばっていうやつで、うん、まあこれ直木賞も取ってるやつなんだけど、うんうん、まあ結構好きな、まあ有名なあれやねんけど、うん、まあ、結構好きな、マン君の好きな、そう、なんかあんまりね詳しく言ってもネタバレになっちゃうから、あー、よくないよくない、うん、まああれだけど、うん、まあ文庫本で言うと3冊分ぐらいあって、上中下、あー、なるほど、まあちょっと長い、全然わかんないけど一瞬、うん、ちょっと長いんだけど、うんうんうん、まあまあ見せると、うん、見せる言うても、まあ、俺だけちょっと見させてもらうわ、みんな。まあ、上手。あ、ほんまやわ。まあ、3冊分。ほんまやわ。あの、みんな、あれ、分かってへんかもしれんけど、ほら、三国志のサイズ。あの、この本。図書館にある三国志のサイズ。うん、でも、これがね、割とスルスル読めて。おう。なんか、まあ、家族の話で。うん。まあ、なんか、なんていうのかな。まあ、人は、まあ、何を、どう信じるかみたいなのが、まあ、大きなテーマで多分あるんだけど、なんか何かにやっぱすがってないとというか、うん、やっぱ何かに酔ってないと人は生きていけないよねとかっていう、うんうんうん、なのでなんか自分の信じるものを一個見つけようよっていうような、うん、まあちょっと題材というか、でもなんか家族の話で、うん、まあ弟、まあ4人構成でさ、うん、まあ、お父さんお母さん、うん、で、お姉ちゃんと弟、うんうん、でその弟の自叙伝みたいな書き方してるの、はい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 、はい、弟目線で、ああなるほど、あの物語が、おで弟がさ37歳ぐらいで、37歳の時に書いた自分の小説かのような書き方をしてるのね、はあ、でその姉が、うん、まあこれがもうとんでもない人で、うん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 、まあ幼少期から、うんうんうん、この姉の動向が気になりすぎる、俺も楽しいところの一つで、なんなら、うん、弟の話よりも、うん、あの姉の喋るなお前、喋っちゃってんな、あ、でもネタバレしないから、もちろんもちろん、それはもちろん、うん、なんかこう姉のね、うん、この動向が気になりすぎる、はい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 、なんかなんか最初は、うん、俺見てて、うん、姉の顔が想像できなかったの、うんうんうん、
うんうんうん、読んでて、うん、なんか普通小説とかって読むときってもちろん自分の中でなんかあらかた、うん、作るというかそう、うん、なんかぼやっと輪郭が、うん、多分こういう、うん、あるんだけど髪の毛の長さやなとかなんか想像しながらそう、うん、それが全く想像できない。はい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 、で不思議なのなんかそれが、うん、なんかお不思議な感覚だなみたいな、もうおかしすぎて、うん、でそれがだんだんね大人になってくると、うん、輪郭が出てくるっていうか、そのお姉さんの、それは上中下のどの部分で出てくるの？あ、まあ、出てくるっていうかその輪郭が出てくるのは、まあ、下かな。でも下まで読まなあかんやん。もう下まで絶対読まなあかんやん。まあまあ、中の終盤ぐらいで、もう下やんそれは。もはや上下なら下やん。でもね、それを差し引いても、うん、あの全然面白いというか、あ、まあ、なんなら輪郭見えてない時の方が面白い。はい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 、かなって。でまた俺もそのちょっと間違えたのが、その読まなあかんやんっていうのもおかしい話やね。読まなあかんというか、そこまで読んでやっとわかるようなね。そうそうそう、うん、俺もアホやからちょっと日本語がねちょっとだからね。うん、これは面白いっすね。これだから何タイトルが、さらば、さらば、カタカナでさらば、そうカタカナでさらばって言うんだけど、まあこれ合言葉になってるんだけど、はいはい、俺そういうこと、そういうことね。 それをちょっと気になってん。 そのさらばっていう意味は、うん、あるのかというか分かるのかというか、まあいろんな意味を含むんだけど、けど、うん、まあ、そういうまあ言うたら伏線なんや、これタイトル自体が伏線なんや、そう、うん、でさらばってこういうことかと、そう、うん、まあ合言葉だよね、うん、っていう、なるほどなるほど、お話なんだ、まあ、なるほどね、まあ、うん、そうなるほどね、うん、さらばってだって言葉はね、なかなかね、うん、いわゆるだって日本語じゃないとは言えへんけど、うん、なんかどうなんでしょうね、もうそうね、うん、そういう意味なのは分かってるけど、さらばっていうのが、うん、まあでもまあ若干それよりもやっぱ深い意味はあるかなっていう、うん、うん、でね、まあ読んでて、あ、これもまあサラダという意味か、これもなるほどサラダかっていうことか。そう、あ、ちょっとおもろそうなってきたな。これはね結構おすすめです。まあ西かな子さんって俺も全部読んだわけじゃないけど、うん、昔その白い印とか、まあ金魚の窓かな、なんかそういうやつとかも読んだことあって、結構お前1個って言ったよな。あ、そうやな、そうやな、やめよう。やめよう、やめよう、やめよう。ということで、まあこれが一冊あのおすすめです。はい、らしいです。はい、はい、ということでね、まあ今回はねここまでということで、ゆうきまもりのオチの見つけ方、旧ツイッター X などもやってますので、まあどしどしねコメントとか寄せていただけたら嬉しいです。です、絶対なんか俺のあれがあったと思うねんけど。まあまあまあ、あとまあまあ聞けるのが Spotify と YouTube、 あとまあ Apple Podcast も配信してるんで、まあそちらでもコメントとかしていただけたらね嬉しいなって思ってます。僕も思ってます。はい、それではまた来週お会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。違う、違う、あ。